こんにちは。朝5時半です。曇っています。気温は23度ですね。今朝も無風です。腹広いちご、元気なようですね。近くにオオカマキリがいました。腹広いちごよりも痩せていますが長いです。ガルビネアスイートスパイス、2つ咲いています。もう一つの花がこれですね。そしてスイートメモリー、ちょっといびつですが可愛い花です。これはスイートラブです。オオカマキリ、まさか腹広いちごを狙ってるんじゃないですよね。アルストロメリア、インディアンサマーです。トリトマローペリ、また咲き始めました。ヘリオプシスにオンブバッタの、多分オスですね。これは別のトリトマローペリです。株分けして何箇所かに植えてあります。カライトソウです。ちょっとごちゃごちゃしてますね。さっきとは別のガルビネアです。花が似ていてよく違いが分かりません。これはエキナセアですね。デジカメで撮ったアゲハ、スローで見てみるとキアゲハだということが分かりますね。9時半になりました。曇っています。気温は29度、日向は33度まで上がっています。ひまわりの腹広ちゃんです。保護色みたいですね。パンパスグラス、風に揺れています。青空が見えてきました。腹広1号も揺れています。オオカマキリ、そこは登っていかないでほしいんですよね。もみじあおいです。綺麗な雲が出てますね。三尺バーベナの花にキアゲハが来てますね。いかにもキアゲハという感じです。ツマグロヒョウモンのメスですね。ちょっと羽が傷んでいます。ヒメアカタテハはツマグロヒョウモンのメスと比べるとかなり小さめです。12時半です。小雨が降ってきました。気温は28度ですね。腹広1号、雨に濡れてるけど大丈夫でしょうか。パンパスグラスもしっとりと濡れてますね。ひまわりの腹広ちゃん、葉っぱが傘になってるかな。大丈夫でしょうか。雨に濡れたぐらいでダメになってたら成虫になんてなれませんよね。雑然とした庭です。これでもだいぶ雑草を抜いたつもりですが相当ひどいですね。間もなく雨は上がりました。ちょうどいい風が吹いています。腹広ちゃんまた揺れてますね。電線にいたのはシジュウカラのようです。ヘリオプシスにモンキチョウが止まっていました。それから羽がボロボロですがベニシジミです。モンキチョウが2匹になりました。モンキチョウは門のある黄色い蝶々ということでお猿さんとは関係ありません。ツマグロヒョウモンのメスですね。このアゲハはどっちでしょうか。スローで見てみましょう。縦筋が見えるような気がしますね。波アゲハでいいのではないでしょうか。今日はヒメアカタテハたくさん飛んできています。丸尾です。気持ちよさそうに寝てますね。眠いのを我慢している丸尾です。丸尾はだんだん眠くなる。今日はこの辺で、バイバイにゃん。